4レース1予選に弱になりました郡司選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は細切れ戦でスタートもちょっとスタート争いもありましたけども、あのあたり組み立て含めてどうだったでしょうか。まあ、初手はちょっとイメージしてた並びとは違う並びになって、まあ、道中中でどうしようかなというふうには考えながら待ってたんですけど、まあ、赤番切れた時点でいい展開になったのかなと思います。赤番のところも、まあ、結構どのラインも行きたそうにしてたところはやっぱりまず自分で切ってからっていう。そうですね、そこを、まあ、切れれば犬伏出して、まあ、あとは勝負かなっていうところでした。で、まあ、犬伏さんが行ったところを大家さんが行って、まあ、3番手に入ったところをすかさず行きましたけど、あの辺りっていうのはやっぱり行かなかったら郡司さんが仕掛けるようなタイミングを。そうですね、僕も、もう犬伏が待つようであれば先に仕掛けたいと気持ちはあったんで、まあ、それがちょうど犬伏がかまし行くタイミングで僕もあったので、まあ、そこまでついてってっていう感覚でした。でバックのところではまくりに行くところもありましたが、あの辺りの判断というのはどうだったでしょうか。もう行けると思って踏み込んだんですけど、まあ、そこから犬伏がかなり踏み上げたところだったので、ちょっとスピードが上ってしまって、僕も、まあ、苦し紛れにちょっと戻って、まあ、立て直してっていう感じでした。立て直して、まあ、最後は伸びて2着という形になりましたけども、昨日、まあ、1日お休みで僕2走してみてですけども、状態としてはどうでしょうか。まあ、気持ち的に、余裕を持ってというか力まずに臨めというのはそこはいいと思うんですけど、まだまだちょっとキレの部分では足りないので、もう少しそこら辺を、残り3日間で修正していければな。その辺りはもうセッティングとかではなく体の部分っていう、はい、体の部分でもう少し調整して臨みたいと思います。わかりました。ではこの後に向けてまた意気込みをお願いします。はい、残り3走しっかりと力を出して終われると思います。よろしくお願いします。